能型三3 3 8 0 9 2 2直方線は JR 九州バスが運行する自動車路線である。設定当初は鉄道省日本国有鉄道が運営したが、1987年4月1日の国鉄分割民営化に伴い、九州旅客鉄道に継承され、2001年7月1日にバス事業分社化に伴い設立された子会社 JR 九州バスに譲渡された。 本校では運行を担当する福岡中部支店、博多支店と路線の中間拠点として機能していた自動車駅である宮田町駅、福丸駅についても記述する。本路線は1943年2月に農方と福間、福丸と筑前は北、宮田町と新飯塚、博多と中区原間の合計 58km の運行を開始したのが始まりである。 鉄道では、遠回りとなる直方などの三端地と博多を結ぶ路線で鉄道線の短絡という使命を有するとともに、戦時中の三端地における輸送の確保という軍事的な目的があったと言われている。終戦後も鉄道が石炭輸送中心であったことから、旅客輸送は本路線が一定の役割を果たすことになった。これは鉄道線の代行という使命といえ、 1968年の笹栗旋回通後も地区放区と博多を結ぶ幹線バス路線として運行され続け、1984年時点でも農型と博多を結ぶ直通便が14往復設定されていた。その一方で、1970年代以降は採算性の悪い視線については、急廃止された。国鉄末期の1986年11月からは、 九州自動車道経由で、能型と博多を結ぶ路線の運行を開始したが、その後撤退している。また、一部区間において、都市高速道路を経由する運行系統も、一時期存在したが、こちらも廃止となっており、2008年現在はすべて、一般道のみを走行する運行系統となっている。本路線は、地域間幹線系統として、国、福岡県、 沿線自治体の補助を受けて運行する。2019年4月現在、現金及び、回数券、IC 乗車券が使用可能である。2013年4月1日より、宮若市、コミュニティバスを除く、直方線の全路線において、IC 乗車券にもかを導入した。相互利用により、守護館や、早川券なども利用可能。入れ替わりに、回数券、 ミックス回数券は2013年3月31日で発売を終了した。宮田町駅、福丸駅は自動車駅だったが、現在は停留所か。福丸は駅舎解体の上簡易な施設が設置されている。宮田町は宮田に解消されたが駅舎は現存。飯塚線338-1921運行地域、編集すべて福岡県。QJR バス。 農型駅所在地は農型市須崎町1番22号。農型自動車営業所と併設され、発見窓口を有していたが、その後窓口営業は廃止された。鉄道の農型駅と別の駅舎を持ち、JR 農型駅を出て、左前方に位置していた。加えて、西鉄農型バスセンターとも150メートルほど離れていた。農型地区と地区各整理事業に伴い、 農型支店は2010年5月31日をもって閉鎖2010年6月1日付で福丸車庫用地に新築移転し福岡中部支店となった。なお、建物の一角は西日本新聞の販売店エリアセンターとなっていた。その後、自動車駅は旧農型支店とともに解体撤去され、しばらくは隣接する駐車場用地に プレハブの待合室を置いた停留所を設置していたが、区画整理事業の進捗に伴い2011年9月17日より、西鉄バスと同様に、西鉄の大型バスセンターで乗車扱いを、旧 JR バス乗り場の真向かいで降車扱いを行うようになった後、2014年2月1日より乗車位置を JR 直方駅前ロータリーに再変更した JR 九州バス。 宮田町駅福岡県宮若下像にある自動車駅である。発見窓口の他に売店も設置されていたが、その後窓口、売店とも営業廃止となった。旧宮田町における国鉄の鉄道線は宮田線が存在したが、貨物輸送主体であったことから事実上、宮田町の主要交通機関として機能していた。また、宮脇春蔵が宮田線に乗車した際に、 タクシー運転手に宮田の駅までと行き先を告げたところ、筑前宮田駅ではなく宮田町駅に最初に連れて行かれたというエピソードもあり、事実上宮田町の中心駅として位置づけられていた。旧筑前宮田駅の約800メートル北側にあり、旧筑前宮田駅から当駅の周辺部までが宮赤市の中心市街地となっている。JTB 時刻表では当駅を 宮若市の中心駅としている。2008年の改正時、宮谷に解消。JR 九州バス、福丸駅福岡県宮若市福丸にある自動車駅である。2009年までは円形の駅舎があった。発見窓口もあったが、末期には窓口営業は廃止となった。2009年に駅舎が解体され、駅舎跡地にバス停車スペースと椅子、 簡易な上屋が設置された。駅舎解体後も、従前と同様、当駅に停車する JR バス全便が敷地内に一度入って、旅客取扱いを行っている。また、宮若市、乗り合いバスも敷地内に発着する。バス待ち合い時に雨風をしのげる、施設の要望があったことを受け、二0十五年七月に宮若市が当駅敷地内に、ベンチや多目的トイレなどのある施設、 福丸交流スペースを設置し、待合室としての利用も可能である。旧若宮町の中心駅として位置づけられており、周辺は旧若宮町の中心市街地となっている。また、当駅の端向かいに若宮町役場があった。その跡地は、総合支所機能を併設する若宮コミュニティセンターとなっている。 1943年2月に本領線の運行を開始した際に、農型自動車区、博多市区、福丸発出所が開設された。1958年3月10日に関門急行線の運行が開始された際には、本営業所も3往復を担当している。関門急行線は1978年10月に運行休止となり、その後1986年に、 九州自動車道経由の運行系統が新設されるまでは一般路線の運行のみを担当していた。国鉄時代、博多市所は農型自動車営業所の支所扱いであったが、分割民営化後の1988年に自動車営業所に格上げされた。1989年以降は高速バスへの参入に伴い、福岡地区での高速バス運行拠点となっている。 一方、農型支店は高速道路経由便の休止後は再び一般路線のみを担当する営業所となっている。なお、福丸支所は1988年に福丸自動車営業所に格上げされたが、1999年に農型自動車営業所に統合され、福丸車庫となった。バス事業の分社化後、支店制度の採用により、農型支店、博多支店となった。 その後、2010年6月1日、土地区各福岡中部支店及び博多支店の一般路線車が使用される。一部車両は、貸し切り用とも考慮した前扉のみのリクライニングシート装備車であったが、現在はすべてに扉車にて運行されている。鉄道省国時代8.9号、官報1943年1月29日。 当時、笹栗線は全通していなかった。バスジャパンハンドブックシリーズ九四国旅客鉄道、九州旅客鉄道 P16、鉄道ジャーナル1984年6月号、P69、平成27年度、福岡県バス運行対策費補助金の交付出席について。 JR 九州バスでにも可のサービスを開始します。http//www.nishitsu.co.jp//release//2012//oshirase//130308 e 軸 C バス PDF2013 年3月9日閲覧主語化などの相互利用では、ポイントの付与はない。 JR 九州バスの親会社は、九州旅客鉄道であり、主語かも同社が発行しているが、IC 乗車券としては、本扱いとならなかった。発売終了後も利用は可能。AB、鉄道ジャーナル別冊、日本の鉄道全路線 7JR 九州 PP132 から133九州旅行案内車、総合時刻表1993年9月号。 1> p 1 8 8バス乗り場変更のお知らせ JR 九州バスの大型駅バス発着場の移動について JR 九州バス宮城俊蔵、時刻表2万キロ p 1 9 4福丸交流スペースが福岡県第6回屋外広告景鑑賞を受賞宮若市2017年5月29日ありがとうございます